はいどうも皆さんこんばんは、上田雄介です。本日は同時読書ヘタリア8巻読むぞ、やっていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。そしてですね、先ほど9時ちょうどにポスト上がったと思うんですけれども、1ヶ月弱後ですね、僕誕生日を迎えることになっているんですけれども、なんとですね、ホテルニューオータニさんのヘタリアコラボルーム勝ち取りました。勝ち取った一部屋しかないってことでね、発表と今二部屋あるらしいですけど、勝ち取りましてね、僕のんびりしてきます。のんびりして、でそこでね、まあパソコンとかの機材はないので、モバイルでね、部屋の様子レポなど、僕の生き様のんびりをね、見ていただけたらなってことで、配信枠も作っちゃいましたぜ。でそれ終わり次第ですね、トークポートというアプリがあるんですけれども、1対1でお話しすることができるアプリの枠もめっちゃいっぱい取ったぜ。だから、誕生日終わるまでお話ししましょうね。はい、よろしくお願いします。で、まあ、ちょっと余談なんですけど、ヘタリアのコラボのね、ニューオータニ、まあ取れたんですよ。取れたはいいんですけど、請求書みたいなの飛んでくるじゃないですか、取れましたよみたいなやつ。パッて見たらね、大人2名になってたんですね。間違えちゃったね。大人2名分お金を支払いしててね、あら間違えたねっつって、けどいいんですよね、お伏せお伏せ。別にそう、今間違えたんですけど、間違えたわけではないから、お伏せちゃんとね、経済回さないとということで、はい。なのでグッズ2個もらってきます。グッズ2個、まあ、もそうなんです。大人ね、あれ1名もね取れるんですよ、本当は。スクロールすれば、後で気づきました、びっくりした、あれ1枚も取れるんやと思って。デフォが2名なんだよな。でちょっといじってたら1名になるんですよ、あいつやられたっつってね。まあまあ、よかろうよかろう。誰か誘うかね。えそうなるやんね、誰か誘うか、誰がいいかな。はい、まあそんなところでですね、僕の誕生日報告も終わったところので、本編いきましょう。同時読書よいしょ。はい、今回もね、サムネイルと配信枠は七色デザインさんに作っていただきました。ありがとうございます。かわいいよね、いつも思うけどかわいいね。はい、ということで、はい、ヘタリアのね8巻、もう発売日当日に到着するように、もうだから本屋さん行けない気がしたんで、もうアマゾン組んで頼んできました。当日にちゃんと届いておりました、ありがとうございます。よっしゃ行くか。ちょっとマジで開けてないからさ、あれこういうの真ん中に挟まってる紙がね、なんじゃこれ。商品管理用に RF タグを利用しています。ほう、なるほど、前か。ちょっと読む衝撃を覚えてるから、パパパパってやるしかないぜ。 OK、 で帯はちょっと、うわー1ページ目なんか熱いの見えたぞ、なんか熱いの見えたぞ。さて、ってことでやっていきますか。みんなも手元にあるかしら、手元があるかしらってことでね、はい、あいい匂い。本の匂い好きなんだよな。はい、裏のあらすじ、北と比べて収入の低い南イタリアを物価高が直撃。楽にお金を稼ぐ方法を探す南イタリアだが、イギリスが EU を離脱するまでの道のりは大変なもので、世界情勢に詳しくなれる国の擬人化コメディ第8巻。さあ読んでこうぜ。さあ読んでこう。じゃあ準備はよろしいかな。準備よろしいな。じゃあ1ページ目読んでいきたいと思います。よろしくお願いします。てか表紙どないなってんねん、これかわいいな。
かなちゃんか、これ。かわいいですね。お花ちっちゃって。お花ちっちゃってね。かわいいね。じゃ、失礼します。はい。ああ！え？何これ？書き下ろしでは？あららららら。あららららら。あ、ポーランドさんね。あら、書き下ろしでは、これ。あら。わあ、あら。めくったらこれ、これスペイン兄ちゃん、違うな。あらー、胸板たくましい。あらー。贅沢。何この淡い色とハイライト。かわいいね。あ、スペイン兄ちゃん合ってる？これスペイン兄ちゃんね。あらー、美味しそう。進まへんがな。進みませんがな。さあ、やっていこう。のんびり飲んでこうな。はい、飲んでこうな。ちょっとカメラの画角調節か。おっしゃ。これが上がればいい。さて、失礼します。はい、失礼します。みんなね、みんなのペースで飲んでね。いや、ピンチョス食べたいよな。ワインに合うんだ、ワインに。さあ、読んでこうぜ。ヘタリア、ワールドスターズ8か。いやー、ワクワクするよな、やっぱな。はい、キャラクター。本日は、フランス、イギリス、日本、ドイツ、イタリア、中国、ポルトガル、スペイン、カナダ、アメリカ、南、イタリア。ほん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 。ロマちゃん。ロマちゃんいるやん。221から264ね。すごいいっぱいあるね。はい、失礼します。はい、失礼します。早速1ページ目っていうか、1話目、221話ですね。ああ、クリスマスマーケットの。いいね。早速ドイツくん、出てきてくれて。エストニア・タリンのクリスマスマーケット。行ってみて。いいドヤ顔してるね。かわいい。世界中で愛されるクリスマスツリー発祥の地ですから いいよね、ツリーの起源でね、緩く長く争っているのである。かわいい。なんかすごいお勉強できそうやな、いつも通り。なるほどね。エストニアとラトビアにリボニアがまたがっているからややこしくなってるってことか。ドイツ ドイツさん、いつも悩んでるね。かわいい。リボニアのギルドはレヴァルとリガ、現代のエストニアの首都のタリン、リガ、ラトビアの首都。なるほどね。ドイツさん、ジャッジを いいね、平和すぎる喧嘩っていう日本語。
クリスマスの声、ああなんかいいね、平和で。おお、またドイツ222話に入りました。はいはい、クリスマスマーケットの時期のお話、嬉しいな、ありがたいな。去年もちゃんと行ったからな、楽しかったわ。コップ2つあるからな、ちゃんと。まだほらこれとこれなちゃんとあるからな。でここにアメちゃん入ってんねん。なるほどね。はい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 。ワールドカップか。はいはい。はい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 。確かにな。震えたもんな。サッカーあんま知らん俺でも震えたもんな。222は短っ。223入りました。そうか、なんやかんやでさ、もう3月なんやもんな。なんかこの間新年やった気がするのに、早いわ。壊れた食器を投げる。224。なんかサクサクやめちゃうけど、もっと味わった方がいいんやろうな。2周目はね、味わうんやけどね。あれ中国さんこれ、はあ、中国のブチャイクな建物トップ10。こうなるとな、中国重大最終建築、これ調べたら出てくるんじゃないの。ちょっと調べよう。中国中国どこや、中国重大最終建築。10代ね。それ見にくい、見にくいが入ってるのおもろいな。
うわ、カニもあるんや、ほんまに。はい、お金もある、五円玉みたいなのもある。はい。あ、そうなんや、これおもろいな。うわ、人のハイタッチもある。へえ、これ何？なんか静岡伊豆だかどっかにもこういうへんてこなやつがあるんだよな。いやー、いいね。ぶっちゃいっていうのが可愛いね。ぶっちゃい。風水ね、そうそう、散らかってる家には福は来ねえやる。それは思うある。いい方向に使っていく。いいですね、商売つなげる。変な建物を乾燥させて粉末にしたり、これどういうことや？漢方？漢方かい？ワクワクしてらっしゃるじゃないかい。さあ、ということで225話に入っていきますね。あらー、ナンブラでは？ナンバーワンブラザーズでは？アメリカくん、まっすぐでいいね。日本人には理解できないだよな、やっぱ。なんか今回あれじゃな、供給多いな、みんないるやん。そうやんな、やっぱな、今日すごい、今日っていうか今回な、ローマのコイン、
あら、イタリア兄弟じゃないですか。ほんまみんないるやん。みんなおるな。なんと幸せな八冠。226話です。物価な。ロマちゃんかわいそうに。かわいそう。ロマーノ頑張ってね。なんちゅう調べ方やね。金稼ぎ方法楽。このインターネットボケユータで見てみたいな。面白いんやろな。あ、マッキントッシュか。懐かしい。中学のコンピュータールームに置いてあったな。懐かしいね。めちゃくちゃ疲れそうやけどな、これ芝居でやったら。うわ、マジか、おい、マジかよ、おいっつってるわけやろ、ずっと。おもろ。忙しそうやな。あなたドイツ出てきた。芋。芋言われてるやん。おもろいな。アイガー北壁登頂ぐらい難しい。おごってもらうのがそんななの。アイガー北壁っていうのはね、どこやったっけ、マッターホルンやったかな、なんかすっげえ高い山の北側やからすっげえ登頂が難しいルートなんですよね。なんか何やろ、唯一ドイツが突っ込まなくてもいいキャラクターのような気がするよね、ロマちゃん。今25ページですわ。227に入りましたね。
んなインターネットに力を借りまくるんやな。おお、アメリカ限りがすごいな。限りがすごい。絶対何か企んでるんやろな。オランダ、オランダ出た。スペイン頼らないのもいいな、おもろいな。イタリア、ドイツ、二国関係。デフォルメかわいい。オペラで返されるって面白い。はい、228話。イギリス君アメリカ軍こんな顔するんやな。テンってなってる。はい、229ですね。2個、何やったっけこれ。この間やこれ誰？ポルトガルなの？あ、ニコニコ動画か。そうかそうか。これね、これポルトガル？え？そうなの？超イケやん。めっちゃかっこいいなと思って。
そうやんな。日本のこれってやっぱこう思うよな。北条とか言われてもさ、あと徳川とか言われてもさ、いや分からん分からんってなるもんな。全員北条やんってなるもんな。インドミー、へえ、231に入りました。あら、ベネルクス三国、女の子も魅力的やからな、ずっこいよな。の直前、はーい、はい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 、ワクワクするね。じゃあで戦争時にオランダを表立って支援する立場は取らなかったが、裏ではがっつり物流があり、アメリカ独立の大きな助けになった。へえ。イギリスからのクレームに個人でやり取りで取り合わなかったので後日イギリス怒りの海上封鎖が待ってるのだが、へえ。ワクワクすな、交渉次第。はい、232。確かにな、トールちゃんのあれなんぼで交渉成立したんやろな。オランダってそうなんや。めっちゃ水入ってくんで、まあ水のイメージはあるけれども。へえ。金は回せ。ほんとその通り、金は回せよ。これか。むっちゃ笑ってるやん。
お金で笑顔も買えるんやな。ああ、おもろ。そういうことね。ちゃんと原作本編って、原作ヘタミューで流れたんや。すごいな。たまたまや、たまたまやんな、きっと。ざわつくな。いや、でも狙ってる節はあるか。233です。あら、オーストリアさんでは？わあ。ほんと、オールスターやないの。ひまさんの粋な計らい、むちゃくちゃエモやん。世界最古のレストラン、なんかテレビで見たことあるな。スペイン・マドリードのやつ。石造りやったっけな、なんか忘れたけど。ロマちゃん偉いね。ちゃんと長く物持ちがいいね。手のひら返しも早い。かわいいな。ああ、猫耳つけて。ああ。食らうぜ。234。ああ、これか。ちゃん可愛いよな。ヨーロッパ圏の女の子たちみんな可愛いよな。ハンガリーさんも好きやしな。アジア圏の女の子な、確かに見たいな。ああ、まだ見たか。あ、危ない。
りしたよな、二遊離脱はな。リトアニア いい顔するよな、みんないい顔するな。35に入りました。いやなんか大輔がわちゃわちゃするんやろうな、こういうところは。EU 離脱とかどうなるんやろ、面白。236235は短いのね。結構びっくりさせた。あららら、ドイツさん残留希望 59%。 ほう、少々存在だな。フランスもまあ残ってほしいとは思うよな。もうそんなもんか。興味ないとね。チェコのどちらでもが面白いな。どちらでも 47%。
リア、ルーマニア、あ、スコットランドかっこいいな、ガタいいよな。スコットランドもそんなに揺れたんか。UK カードバトル、ほう、イギリス4兄弟が平和に殴り合いするときに用いられる伝説の最近作ったカードゲーム。各々が適当に自分属性の最強カードを作っているので、正直カードゲームとしてのバランス調整は完全に崩壊している。ドラゴン。にぎやかやな。イギリス周りにぎやかやな。いいな、ドラゴンの形むちゃくちゃなのもいいな。ねっし。優しい顔してネッシー。はい、237。お、みんなトークポートありがとう。スペイン残留希望 70%。
礼儀正しい高飛車、はあ、飲酒して騒ぐなんか礼儀正しくて高飛車で飲酒して騒ぐ、深酒して騒ぐってなんやろ、すごいよな。ちょっとなんやろ、若干親近感湧くわ。あら、かなちゃんおはよう。カナダはいいとこやで、推しやで、僕国として旅行行ったと、旅行っていうかその行ったんやけど、めちゃくちゃいい国やで。グレートいえ、グレートグレートだよ、言う。アメリカがワクワクしてるっていいね、かわいい、面白い。さあ239に入っていきますね。もう終わっちゃうやん。フランスとドイツが並んで歩くってなんかいいな。239、あらららら。なんかこれ見たことあるな。ジャンプラーに開いた時に見ちゃったやつかな。やだ、さりげなく現状把握させてくれるドイツ優しい。頑張れ。兄貴たちの代、おお、プロレスかな。このフランスのコマめっちゃ面白いな。
ホタテなん？あ、そうなんや。ホタテ原因で喧嘩？はい。みんな詳しいな。ありがとう、教えてくれて。ポーランド君、ポーランドさん、見てはいけないもの。あ、だからこれドイツとあれか、胸ホタテで隠れてんのか。なるほどな。イタリアは EU 離脱派が多く、ほう、次に離脱の可能性がある国の筆頭。ほう、いい顔するね。かっけえ、この兄弟4人並ぶよ、かっけえ。これはアイルランドが泣いてるのかな。242は4マス。筋肉は信用できるんですね。そうだよ。さあ、200円です。あらら、トルコさんや。ほんといっぱいいるね。面白い。ベースはあれね、やっぱ EU、イギリス脱退のお話がベースになってて、で、周りの国がどうなってっかってことやね。ネットミーム生産国家、ね、
超巨大ミクロネーションアエリカ帝国。245に入りました。これもちょっと見た気がすんな。優しいな。かなちゃんは優しいいな。はい、247。ロマーノが多いね今回。あら、ベルギーや。かわいい。やっぱ出てくんねんな。やっぱ出てくるな、兄さん、兄貴。立派に浮かれちゃって。立派な浮かれ方、浮かれのプロやん。水着似合うな。248に入りました。なんでこんな、なんかなんつう魅力的よな、プロイセンってな。やっぱ元は賢いみたいなのがあるんだよな、きっとな。工場法。お勉強になります。
ソレントの遺跡。1個前の中国10大最終建築をパスして、ソレントの遺跡。そっちじゃない。なえ。すごっ。わ、不思議な、不思議ですね。鳥さんいる？ああ、ほんまや。かっこいい小鳥が。ベルギーさん、そんなことしてはったんや。へえ。うわ、93ページの右上のベルギーさん、かわいい。ここで中国さん出てくるの、なんかなんやろ、重いな重みがあるな。いけない方向に修復しちゃったんやな。かわいいな。もう努力の仕方を間違えたってこういうことやな。面白いな。98ページの子、どなたや？俺初見かも。
セーシェルちゃん、はあ、あざす、あざすあざす。あ、プロレスまた来た。努力根性訓練。クーゲルムーゲル、ボーリング。あら、C 君や。えらいやんちゃな。建国って面白いよな。はい、254ですね。
面白いな。スロージャマスタン面白いな。猫なの？影と闇の領域と王国。へえ。はい、256。ああうわあ、リヒテンシュタイン。もはや勉強やもんな、教科書やで、このミクロネーションあたりはな。一つからでも建国。はあ。さあ257。一泊7万ドルで国を貸したの？すごっ。7万ドルってことは100万、1000万ぐらい、1000万いかんぐらい。はい、本国。ほう、7万ドルか。高速道路から我が家を眺めてご満足される方が多いとのことで。はーい、わかるわ。奈良県と一緒や。うわーお寺やーっつって奈良県のホテルにはみんな泊まってくれないんや。絶対京都か大阪で泊まんねん。てんちゃんも可愛いな、ちょっと天然さんな感じ。絶望。あ、セーシェルちゃん。
ダさん、これ後ろにいるの。やはり。ドイツから伝言や、電話出ろ。おもろいな、電話出ろ。おもろいな。エスメラルダちゃんの癒しの顔、かわいい。ポニョってしてる。エスメラルダちゃん。もう情報が、さあ261に入っていっております。秒で却下されてるやん、262宣言。263、ああ、明けましておめでとうございます。数軸や、そうやんな、各国で過ごし方が違うっていうのもね。あ、すっごいドイツ。さあ264。北欧たちだ。遊びに来てえな、北欧な。
芸術ね。おまけ。絡みも素敵。あー終わっちゃう。あー終わっちゃった。終わりました。最後。あーうわ眠。元ネームってこと。これ最初はこういう予定だったっていうことか。あらー川よし。いやー川よしでした。川よしでしたね。ありがとうございました。さあ、いやーお腹いっぱい、心もいっぱい、もう全部いっぱい。あー楽しかった。あー楽しかった。めっちゃ読んだなと思ったけど1時間半ってとこやったな。楽しかった。さあということでですね、同時読書ヘタリア8巻読むぞ終わり、終わりです。いやー一緒に読んでもろてありがとうございました。いやー楽しかったな。今回も今回とって楽しかった。次回は9巻ね、また楽しみにしていただけたらと思いますのと、あと4月2日ですかね。はい、まあ、それまでに配信もたくさんあると思いますし、あと朗読劇ポラリスの稽古も挟まってきたりだとか、しますんで、まあいろいろ楽しみにしていただけたらなと思っております。僕はとりあえずヘタリアのホテルに泊まることをワクワクしながら、当日を待つというか、うん、誕生日が楽しいわけではなくてホテルに行けることの楽しさを、ちょっとモチベにしてですね、残りの34歳楽しみたいと思います。もしお時間ありましたら4月2日、まあモバイルからホテルの様子、まあ定点になるかちょっとまだ分かんないですけど、配信はしようかなと思ってますんで、もしよかったら遊びに来てください。でその後ですね、9時から12時ぐらいまでの間でトークポートっていう、まあ1対1でお話しできるアプリがあるんですけど、そこで枠80枠ぐらい設けたんで、もしよかったら喋りましょう。はい、80枠やから、まあ埋めようぜ。埋めようぜ。部屋見してくださいもういけるから、わがままも言えるってことやからな。もしよかったら喋りましょう。おっす。さて、多分今年一番お金使う瞬間だわ。あの概要にも書いてますけど、もう何するか全く決めてないけど、とりあえずご飯食べてビール飲んでゴロゴロして僕の生き様をお見せできたらなと思ってます。よろしくお願いします。でサムネイルは
今もあの、七代さんに作っていただいているので、また可愛いのできるんじゃないでしょうか。少しばかりお楽しみください。確かにな、誰か誘ってみないとな。ちょっと聞いてみます。遊びに来てくれよ。部屋取ったんやけど、みんなに言ってみようかな。4月2日部屋取ったんすけど、なんかしませんっつって。それ面白いな。今送っとこう。こういうのはね、もうちゃちゃっとやるに限るんだわ。でもこういうの怖いよな。誰も来なかったら一番びっくりするからな。ちょっとみんな忙しいようでしたっつって。よし、送った。ねえ、みんなどうなんやろ。送っちゃったから、まあ帰ってこなかったら帰ってこなかったで、それはしょうがないとして、僕一人でも楽しむつもりやから。トークポート、いや、みん何枠、マックス10ぐらい取れるようにはしてるはずですね。はいはい、そんな感じです。まあグループラインに送ったからどういう返事来るかわかんないけどね。グループラインって返事しにくいやん。あれなんなんやろうなって思いますけど。ということで、やることはやりましたので、いろいろ楽しみにしておいていただけたらなと思います。よろしくお願いします。近々みんなと会えるのは何かな。リュウコくんの場合べかな。リュウコくんの場合べかなと、来週 TRPG セッションがあって、で再来週にマーダーミステリーがあってって感じか。もう3月終わるかな。で3月30と31で自分の誕生日イベントをして、4月に入っていって、伊勢津狂人日記の上映会があるんで、もしよかったらこれも遊びに来てもらえたらなと思いますって感じか。はい、もろもろ仕込んでるんで、どうぞよろしくお願いします。なんかお腹いっぱいやな、すごいな。よし、じゃあ終わっていきたいと思います。一緒に読んでいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、まあもしよかったら、メンバーシップの方もご引きください。よろしくお願いします。それじゃあ終わっていきます。ご視聴ありがとうございました。ほなまた。